はい、えー。今回も対談形式にして、えー、最新 AI ニュースをお届けしようと思います。4月の21日日曜日になります、えー。今回もですね、AI ニュースの方を内徹的にご紹介するんではなく、ちょっと気になるニュースで、ちょっと村岡社長の方とお話ししていこうかなというふうに思います。はい。えー、村岡社長、えー、よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。 ちょっとあの村上社長ずっと僕ですね、AI ニュースサボってるんですよね。でこの日曜日のやつしか撮ってないっていう今状況なんですけど、<laughs> はいはい、ちょっとあのー、いはい、はい、あのー、あのちょっと準備しておりまして、ちょっともうちょっとでまたあのーえー、開始しようかなというふうに思ってるんで、はいあのー、これお聞きになられていらっしゃる方、<laughs> はいちょっとあのー、すいませんということで、はいよろしくお願いします。<laughs> はい今回はですね、あ,うすあのー。 はい、いよろししくお願いします。今回もですね、まあ、あのいつも通りで、えー、と生成 AI 活用最前線ということでやっていこうかなというふうに思うんですけれども、はい、えーはい、今回のテーマですね、ちょっといろいろとありまして、ちょっとこういうのをやってみようかなというふうに思います。はい、5年後の AI 事情ってどうなるこれをちょっとテーマにしようかなというふうに思うんですね。5年後。<laughs> はい。 そうですね、いや、僕はまあ期待、はい、も,も入ってるかもしれないですけど、広がっていると思いますよ。<laughs> あっ、そうですね、もうだいぶ浸透して,てねもう AI が当たり前のようになってくるのかなという時代がね。はい、あのーうん 訪れるのかなっていうところは僕も想像できる感じなんですけど、まあ、ちょっとね、まあ、これのお話だけしててもね、あのー、ちょっとあんまりこう会話ができないかなと思うので、ちょっと最新の AI ニュースの方をちょっとピックアップして、ちょっとご紹介しようかなというふうに思います。まずですね、一つ目のニュースなんですけど、こちらの方、IT メディアさんの方にあったニュースなんですね。えー、生成 AI で GPU がいらなくなる。 えー、業界を揺るがす1ビット LLMM という何かっていうことなんですね。これですね、あの実は言いますと、米,、えー、米国のです、ね、マイクロソフトの研究チームが発表したビットネットっていうやつがあるんですね。で、えー、それを1ビット LLMM っていいまして、<い>従来、LLMM はですね、あのーまあ、計算とか、なんか、まあえー、といろいろこう GPU として、なんかまあ、 えー、学習させる上で必要な内容のものなんですね。でそれが本来であれば GPU で、えー、動作可能であるっていう形なんですけど、うん、この技術なんですね低コストで時間が削減されるっていうことで実は CPU でこれができるっていうことなんですよ。なので、はい、GPU がでではい <laughs> そうなんです。 はい、GPU がいらなくなるっていうのが今回のこの内容のことなんですね。なんで今先だってそのなんて言うんでしょう GPUGPU GPU って言って NVIDIA さんのね GPU がないと解析ができないっていう状況がずっと続いているわけなんですよね。うん、で、あのー、GPU の囲い合戦みたいな感じになっててでこれがこの、えーとはい、ビットネットっていうやつを使うと。 CPU ですべてのことがこうできるような形になってくるっていうものがすごく画期的だっていうお話なんですよね。いやまあこういうのもそうなんですよ。でこういうのが進んでいくとですね通常の例えば携帯電話ノートパソコンではたまたまあちっちゃめの、うんあのー、コンピューターであったり。うん っていうのにもエ l ル m が動作するなうん、うん、そういう時代がこう訪れるっていうことなんですよね。あのう、ーはい、村村嘉寿ちゃのラズパイとかご存知ですか？ラズベリーパイとか。あ懐かしいですね。懐かしい出てるか、はい。はいはい。<laughs> 全然はい出た当初触ってましたね。<laughs> そうなんですよ。あのう、ー、まあ今あってそのあのー、ラズパイっていうものも結構見直されててで中にちょっと LLM を入れてちょっと操作してみようかなっていう。うんうん エ AI てなんでまあそうなってくるともう身近なところにちょっと AI がどん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 入ってくるっていうことになるんじゃないかなっていう話がううまあここから読み取れるのかなと思うんですけれどもまあこれでですね、はい、この話をした上で次の話題ちょっといこうかなと思いますはい次の話題です、はい、こちらですね TDK さん えー、これビジネスネットワークさんの方にあったニュースなんですけれども TDK さんがエッジ a i 搭載のワイヤレス小型センサーモジュールによる、えー、予知保全、えー、ソリューションを提供っていうお話なんですけどこれ、うん、TDK さんがですね2024年度4月の16日にですね エッジ AI を搭載した i3 マイクロモジュールというのを開発されたらしくて、これがですね、ワイヤレス小型センサーモジュールを開発して、そのモジュールを使用するとえ予知保全ソリューション i3CBM ソリューションというのがね、できるということで、販売を開始したということなんですね。で、この製品がですね、実はその世界初のエッジ AI 搭載のワイヤレス小型 センサーモジュールっていうことでまあ振動とか温度とかそういうデータをもとに状態変化を AI で判定してそれをワイヤレスメッシュネットワークにより複数のモジュールで効率よく運用できるっていうことでまあ工場なんかにねとか設置したりとかしてやっていくっていうセンサーなんですよ。でこのそうなんです。 ちょっと、ね、ここで説明すると皆さん、多分ね、エッジ AI というのがあんまりちょっとあのご理解されていらっしゃらないのかなと思うんですけど、エッジ AI というのがありまして、実はそれこう、端末の中に AI を入れていこうっていう、そういう動きもあるんですね。その内容をエッジ AI と言いましてはい、はいで、今回のこの内容に言うと、その感知する部分の,その端末自身に AI が搭載されていると。だから いちいちカメラで判定してサーバーに送られてサーバーで解析してでこれがなんだって判断するんじゃなくてもうその現場のデバイス自体に AI が入ってるんですよ <laughs> あ<ー>。どうでしょう今見てますけど、はいろんんなものが感知でできるすねいいセンサーじゃないんですかこれ そうなんですよはい、えー、だからそのこういうセンサーが、えー、と入ってくるとですねまわ、あ、かんないですけどね例えば泥棒かそこの住人かっていうのも判定できるわけじゃないですか要はまあ、カメラとかそういうセンサーでいうとまあ、ねはいまあ、この動きをしてるのはここの家主だとかちょっと不穏な動きだなっていう時には泥棒だとかまあその辺の判定を人間がするんじゃなくこのセンサー自体がやっちゃうっていうこと これちょっとなんかすごくいいですね、病院,病院とかでもね、はい、ベッドとかにつけとくと、<あ>夜とか巡回とかを考えると、すごく良いですね。 そう,ですね、そうですね。それいいいと思いますねこ<ー>ういうのすごい使える感じです。うんはい、しかもこれめちゃめちゃ簡単に付けれるっていうのが良いかなと思いますねそす。そうなんですよ、うん、なんでまあこの辺が手軽になってくるとですねいろんな形でいろんなモジュールが追加していくっていうことは僕で、ね、ちょっと思うことがあるんですよ、うん、村上社長。あのその5年後、はい、AI どうなるのかっていうお話の中で僕が思ってる内容が今現状でのはい、はい AI っていうのは見るることがでできるわけなんですよね、うん、マルチモーダルモデルって言って AI でものを判定することができるんですよ見る。でちなみに聞くっていうことも可能なんですよね聞くはえ、いうん、要は、えー、と人間がしゃべった言葉をウィスパーで解析してそれが AI が判定するっていう聞くっていうこともできるわけなんですよね、はいうん、で、えー、ちなみにしゃべるっていうこともできるわけなんですよ まあ、いろんな、えー、と人の声を学習して、えー、テキストを出力するかのように喋るっていうこともできるわけなんですよね。でここでここでですねちょっとね、うん、これこういうセンサーが出てくるっていうことは触れるとかですね、うん、感じるっていうことがまあ AI もできてくるんじゃないかなっていうことなんですよ。うん、いやそうですね。五感感ののうちの食感が 使えるようになるんですよね。そうなんですよ、はい。すごいと思います、ねはい。はいで、うん、そこでですね。そこで、次の記事、ちょっと最後の記事でちょっとお見せしようかなと思うんですけど、まあこれね、えー、ご存知の方ご存知かなと思うんですけど、ボストンダイナミクスっていうあの人型のロボットを作っている会社さんがいるんですよ。あのー、ご存知ですかね？こう4足歩行で決定。なんかあの起き上がってっていうような感じのやつとかあのー？はいはいはい バック転するようなやつとかどっか飛んだりとかする物を運んだりとかっていうロボットを開発しているここすごく有名な会社さんなんですけどボストンダイナミクスっていうところがあるんですねで今回のこの記事ですねこれあのギガ人にあったニュースなんですけどもボストンダイナミクスが人型ロボットアトラスを完全電動でリニューアルっていうお話なんですねこれどういうことかというとあのボストンダイナミクスがですね そうなんですあのーうん、人型のロボット、アトラスってやつを作ってるんですけど、でこの完全電動モデルにリニューアルしましたと、はい、で今までケーブルがついてたりとか、うんうん、なんかちょっとそってたりとかしてたんですよね、でそういう形のものが、以前はまあ油圧とかの電動を使用してたアトラスですけれども、新型では完全電動で設計されていると。で えっとまあえー、産業界の複雑な課題に対応するための高い可能性と、えー、両手操作を可能にしていますとでこの変更によって、えー、アトラスはさらに強化かつ、えー、機敏に動くことができ、えー、現実世界のさまざまな環境で活躍が期待されますと。 で新型アトラスの開発はボストンダーメイラミックスのロボット技術における長年の研究の革新の集大成といえるでしょうということで出してきたリリースなんですよねすごいやつなんですんでちなみにちょっといはあの実際に、ね、動いている映像もちょっと見ていただこうかなというふうふに思いますははい、はいこいつですこいつがアトラスです <laughs> <laughs>、はい やばいですね、やばい動き <laughs> 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 はい、分かりますかなるほど。はい。はい、はい。これが、あ今まで油圧でやってたんですけど、ね、完全電動なんですよ。で、動くよ。いや素晴らしいっすね。うん。はい。しかもめゃなんか、かそうなんですよ。そうなんですよ。 で意外とこうロボット技術っていうのも、まあ、いわゆるあのテスラさんとかもですね、うん、開発を発表してたりとか、はい、オープン AI 社もそっちの方にちょっと手掛けてたりとかやっぱりちょっとこう5年後とは言わずもっと早いタイミングでこういうロボットっていうのが出てくるんじゃないかなっていうのもちょっと5年以内に AI で浸透してくる内容じゃないかなってちょっと思うんですけど。 村岡社長どう思われますか、この辺そうですね、充実 <laughs> して動いてくるロボットで、まあ、夢のある話なんですけど、置く、はい、場所にもよるかなっていう、ね、<laughs> 破壊されそうなイメージが、<laughs> 国とかにしてはありそうな気がしますけどい、いや、例えばですよ、例えばですよ、もうイメージ的にですよ、ままあああの、まあ、村岡社長の恵比寿のオフィスにですね、でガチャッと開けたら、奥の方に。はいはい あのロボットがいるわけで「すわ、はい、であの社長、はい、おはようございます」って喋るわけですよ。ね、<laughs> ではい、はい、村岡社長が、まあ、歩きながらね「今日のスケジュールちょっと教えてくれる?」って言うと、うんまあ、いろいろと喋ってくれるわけですわ。で、ね、席に着くじゃないですか。で、まあ、例えば「はい、アトラス」っていう名前つけてたとして「ちょっとアトラスお茶入れてくれる?うん」とか言うことがほんまにありえるんですよ。うん わかりますまあありえるでしょうね。<laughs> もうもうありえるでしょうね。そうなんですよ。いよいよ現実的な話になってきてるっていうね。<laughs> いや、ほんとそうですね。そうなんです。これ、おいくら万円って感じもしますけどね。<laughs> あーまあね、その辺はね。<laughs> うん、その辺はね。でもまあ、ペッパーさんが出た時代で。 まあ,あれの本体価格自体が25万で、はい、まあ月額の金額が二十数万ですよね、はい、確か。で、それで本体価格自体は大体まあ100万いくかいかないかみたいな感じで、ね、リリースされてでいろいろなところで普及されたというところもありますからまあね、その最初は歩く必要性もないのかなと思いますし事務用途で人が出すと、ねうんうん 形もちょっとまあ先ほどのねあのー、起き上がってきた雰囲気とかも見るとねちょっと人ではない部分とかも持ってるのかなとは思いますんでね、うん、まあなんかちょっとまあそういうなんかホラーの動きしてます、ね、そうですよねねあれね、はい、ちょっとあのあれなんか夜中見たらちょっとあのねトラウマになっちゃう感じのねあの動きだったんですけど、うん、まあ <laughs> まあねまああんな感じでまあまあ人型のロボットっていうのも今後先出てくるんじゃないかなとは思いますね特に24時間営業してるコンビニとかでもねもしかしたら配置される可能性もありますしね、うんうん、はいまあなんかちょっとそんな感じですね,、まあねうん、はいえっ実際思いますけどね<際>なんか結構日本、はい、日本って結構 現金分解はまだいっぱい残ってるじゃないですか？まあ、そういう手があることによってから現金の受け取りとかもね。あねはい、もう全然できるっもありで面白いですよね。まあ、キャッシャーさえ変えればいいんでしょうけども。ね、まあでも、はい、こういう,ふうに人として振る舞えるっていうのはすごくいいんじゃないかなっていう気がしますね。はいはい、そうですね。まあ あのー、それでなくても日本って労働力がだんだん,だんなくなっていってるるというふうに言われてて海外からの労働者を入れないともう今後先、もう無理だっていうことも言われているわけじゃないですか、まあ、そんな中でやっぱこういったのロボットが進んでいくと、はい、そうロボット化することっていうのもやぶさかではないのかなっていうのはちょっと思いますけどね。はい、そうででですすすねねいいいいいいと思いますよ、はい、本当にははいまあ、も面白いです、ねはい まあでもちょっと面白いとともにちょっと少しこう恐怖も感じてる今日この頃ですけどさっきの動き見るとねいやまあそうですねド <laughs> <laughs> キッとしますようすね。そうそう心相に悪い感じがしますね。 はい、なんでちょっとね、あのー、皆さんにもちょっと見ていただきたいなと思ったので、ちょっとあのね、シーンはちょっと出,して出させていただいたというお話でした。今後先ですね、まあ、AI とかもどん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 進化していくと、5年後っていうのはね、やっぱりビジネスにも精通してますし、普段の生活にも浸透してきてるんじゃないかなというような感じのお話でした。はいえー、このチャンネルではですね、えー、AI ニュースの方なんかも、えー、お届けしております。 で過去にはですね、チャット g p t の内容とかですね、プロンプトエンジニアリングの内容とかですね、生成 AI の内容なんかも、えー、お,お届けしております。 で、あとですね、えー、c 生 AI で、えー、道を切り開くということで、365日、365人の方と名刺交換挑戦中であります。もう100人超えました。はい。なんで、あの、もし、名刺交換していただける方いらっしゃったら、ぜひご連絡ください。はい。今回のこの、えー、こういったような内容ですね、ポッドキャストの方でも、えー、と配信しておりますので、そちらの方でも聞けるような形になっております。もしよかったら、そちらの方でもお聞きください。はい。村岡社長。 AI ってねいろいろ進化してくると思うんですけれども本当に、まあ、今年の、ね、年末なんかも振り返ってみると結構いろんなことが出てくると思うんですよね。まああの先立ては多分アップルさんが資議で何かやってくるんじゃうかっていう噂なんで。<laughs> あのー、そうね、i o s, うう <S すごい楽しみにしておりますはいなんか、まあその辺がね、やっぱ変化、かなりゴーンってくるんじゃないかなっていうの思いますし、まあ、要、うん、はやっぱり、ね、AI デバイス時代に突入しているのかなとも思うので、まあ今後先、今年ね、これから先もちょっと楽しみかなというふうに思います。はいではですね、すみません、あの村上い一もあありがとうございいますこれはのありがとうございます。 ぜひ皆さんもあの頑張ってください。はい、どうもありがとうございました。失礼いたしまーす、はい。はい、失礼いたします。